ごまおつ学園編紹介シリーズ第4弾。交換ですね。統合しちゃいましたよ。という感じでファミズアップのケンちゃんです。本日もよろしくお願いします。ごまおつの動画なんですけども、ちょっと重要人物が一人欠けているということで、どこに行っちゃったんでしょうかね。今日は天の声です。はい、よろしくお願いします。はい、ごまおつ学園編でエリオ役の高木美優です。よろしくお願いします。シコ役の星森さなです。よろしくお願いします。カレン役の田中ネオです。よろしくお願いします。カモミール役の川美里香です。よろしくお願いします。アンジェリカ役の甲賀瑞希です。よろしくお願いします。ルベリス役の皆川あずさです。よろしくお願いします。こんな感じで学園編のメインキャスト6人がついに集合ということで、はいはい、これ全員顔合わせが初なのでは。ね、そうですね。初めてやったのではなくてな感じではありますが、いよいよですね、9月の12日に実装日というか入学式が入学式、はい、ごまおつの新庄学園編に関してですね、今日は全員皆さん集合していただきまして、あれやこれやとお話ししていければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。紹介し動画シリーズも第4弾になりましたけど、ね、もう第1弾ではチコちゃんに登場していただいて、はい、吉村さんとイメージボードについて、はい、あだこだ収録ではこんな秘密トークがみたいな話も出ましたよね。で第2弾では甲賀さんと長谷さんに登場していただいて、はい、そうですね、学園編のですねコミュニケーション機能ですとか試合について実際に遊んでもらったり収穫してもらったりしました。やったりね。あ、やったりね。私が間違えてどうする。前回ですかね。そうね、前回はですね、実際にシューティングをプレイしようということでですね、田中さんと甲賀さんにやっていただいて遊んでいただいたりとかしましたけど、皆さんいろいろね、紹介してもらいましたけども、はい、学編に向けてどうですかね。なんかもう盛りだくさんすぎて、もう楽しみなことがいっぱい。で、前回こうシューティングの方見ていきましたけれども、その時ちょっとジャラスターボードについて、はいはい、ボーリーさんと語ってましたけど、はい、そもそもジャラスターボードって何なんですかね。はい、ジャラスターボードはですね、もうこの動画紹介までベールに包みまくってたので名前さえ気になってますね。そう、名前しか出てない状態なんですけど、じゃあ、はい、ジャラスターモードとは何ぞやからちょっと皆さんと一緒にお勉強していきたいと思います。ジャラスターモードの基本を覚えよう、うん、ステップ1、敵を破壊して魔法ゲージを貯めよう。魔法ゲージ、はい、ジャラスターモードってそもそもですね、学園編シューティングでは、はい、ハードとデスにしか組み込まれていないモードです、うん、で、ジャラスターモードっていうものの中には魔法という新しい、ギミックが生まれます。で、魔法というのがですね、このチュートリアルの一番右下の方にあるんですね。もう魔導法なのか魔法なのか、魔法です、砲台です、そうです、魔法っていうものが出現します。で、敵を破壊すると魔法ゲージが溜まります。で、その魔法ゲージがいっぱいになると魔法が出現します。レベル2、レベル3って上がってますね。あ、そうなんです、はい、魔法ゲージをこう破壊していくたびに、魔法を出現させるとですね、レベルがアップしていきます。ちなみにこのですね、ゲージはですね、敵を撃破していくと溜まってこう増えていくんですけど、何もしないと減っていきます。減っていってレベル3から2、1ってなってしまうんですね。で、そうで、魔法ゲージが出現したらじゃあどうなるのかっていうところをまずじゃあステップ3で見ていきましょう。次の画像ですね。ステップ3、魔法を破壊し魔法弾発射、巻き込んだ敵を得点アイテムにってあります。この魔法を破壊するとそこからこの赤い鳥みたいな、はい、そうですね、衝撃波みたいなものが魔法からバッと発射されます。で、これが魔法弾って呼ばれてるものです。で、この魔法弾が敵にこう当たるとですね、特大の得点アイテムになります。皆さんこれちょっとご存知かなと思いますけども、チェインスターをこう炙ると出てくるゴマオツの中でも今のところ一番最大のこう得点アイテムです。で、そこが魔法弾が投げ払ったもの全てが得点アイテム、この一番大きい得点アイテムになるので、かなりジャラジャラ稼げるからジャラスター。なるほど、本当におーって思ってくれてました。思いました。というところでジャラスターモードの基本はこの3ステップになります。復唱しますと、敵を破壊してゲージが溜まると魔法がドロンと出てきます。魔法を壊すと魔法弾
という将棋波がブワーッと出て敵を投げ払って全部が得点アイテムになります。でちなみにこれですね、メルセデス先生が言ってます通り、魔法は縦発射、横発射、交互に出現します。でこの上の画像でネクストとなってるの分かります？はい、これはですね、あのこう落ちゲーとかでよくある次はこの形が来る、これだと横が次来るっていう、そうです、そうです、この画像だと次は横砲台が来ます、魔法が来ますよっていうところをお知らせしてくれてます。では基本的には交互に出現するから、今壊したのが縦だから次は横っていう考え方で問題ないです。とりあえず魔法を倒して衝撃波で敵を巻き込みまくろうという、巻き込みまくろうということです。シンプルに言うとそのステップなんです。ただこの魔法はですね、実はその出現すれば出現するほど硬くなるとか、そう、この衝撃波を貯めるこの魔法を出すために敵を破壊してっていうところは結構肝だったりして、そうですね、レベルアップは敵を破壊してと、破壊ということはじゃあ炙りはとか、炙ってる場合は魔法ゲージどうなるのとか、そういった詳しい話はまだこのチュートリアルではわからないので、ちょっと動画を交えて解説したいかなと思います。はい、ではジャラスターモードのハードに出撃したいと思います。例によって全員光ショットになってますけど気にしないでください、これ開発端末ですので、ね、どういうタイミングで魔法が出てどういうショットが発生するのか、衝撃波が発生するのかちょっと見ていきたいですね。そうですね、まずはですね、左上のですねゲージに注目です、うん、ネクスト、縦が出てるので、うん、この後出現するのは縦の魔法です、うん、ゲージが溜まったー、出た、これを撃破するとこの衝撃波が、これちょっともうちょっとしたらかなと思ったんだけどね、とかいうことを考えながらやっていきます。で、これを倒すと無理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 、そうで、少し引きつけて引きつけて壊すと、いいですね、これいいですね。で、これがですね、魔法で魔法を壊すとさらにもう倍倍で出ていくので、こういうですね、いわゆる連拍のようなシステムを活用するとかなり稼げるんじゃないかなと思います。このゲージの減り方とかもね、ちょっと注目してもらえればなと思います。で、今レベル3ですけど壊して、うんうん、あ、これはいい感じ、あ、これ画面攻撃のものも魔法で壊せるって感じですね。これがですね、このジャラスターモードとりあえず右に逃げるけど今のは失敗みたいな、そうなんです、そうなんです。でこれをですね、あ、これちなみに岩を炙ってる状態なのでゲージがなかなか溜まらなくて、今撃破したのでそうゲージが溜まっていく状態ですかね。こういう感じで進んでいきますね。撃破とコンボ稼ぎのバランスが結構問われそうですね。そうですね、今までそのコンボをとにかく稼いで撃破点でっていうところで、あ、見てください、ボスでもボス出てきましたね。あ、すげー、ボス戦にもですね魔法が出てきてるんですね。はい、というところでした。皆さんどうですか、初めてのなんか炙り方がやっぱ今までとは変わってきますよね。炙るっていうか稼ぎ方が、うん、そうありますね、よりシューティングの腕が試されます今までの、そう、そのシューティングモードとやっぱちょっと違う楽しみ方というか、まあ、いろんなショットが活かせるかなと思ってます、うん、動画のおさらいポイントとしてはやっぱりその魔法を出現させるために撃破数が大事なので、敵を炙るだけではなくてきちんと効果力でジュワッと撃破できるショットがいいのではないかとか、敵体を撃破してレベルを上げるってことですね。そうなんです。で実際魔法が出てきた時にこのタイミング、今この瞬間に魔法を壊せば衝撃波でより多く、魔法なのでより多く倒せるっていうそのタイミングを測るためにもやっぱりそこでも効果力一瞬で解かせないと魔法が、あ、どんどん下がって落ちてってなってしまうので、はい、そういうことを考えると効果力ショットは結構生きてくるのかなとは思ってます。はい、で、まあ、それだけじゃなくてやっぱりゴマオツのシステムはコンボも大事なのでね、コンボを稼げるショットとのこの合わせ技というか、そういったその構成が肝になってくるかなというのが一応ポイントです。やりたい人やりたい挑戦的だ、みんな実質やっぱ嘘でしょ、え、ちょっとちょっとなんか控えめ、控えめ、あれ先生そういうのを当てちゃうよ。ああ、出てました先生は。ということで、はい、執行役の藤森さんに、はい、じゃあやってもらおうかなと思います。なんかやりたいショットは効果力って聞いているショットがありまして、うんうん、メガレーザー。あ、メガレーザー。効果力だ。それね、結構いいとこ行ってますね。メガレーザー。そう。勝てたし。エリオリングにも、うんうん、まあ合ってるし。うんうん、溶かすといえばメガレーザー、うんうん、なので、あ、ではじゃあそれで試してもらおうかなと思います、はい、じゃあ、はい、じゃあちょっと私の方で
編成を組んでみようと思います、はい、はい、ではですねジャラスターモードハードにメガレーザーでいけるようにちょっとこう組んでみました、はい、もう例に漏れずいつもこの開発端末なのでなぜか星1のアクアちゃんに新生メガレーザーがついてますが漏れずにやってもらおうかなと思います、はい、では星丸さん、はい、レディーゴーです。いきます。さあジャラスターモードメガレーザーとの相性はどうなのか。火力で言えばもう十分な感じですけど、確かに魔法を破壊するにあたってはかなり一瞬かもしれないです、優秀なのではと思うんですけども、楽しみ、どうなることやら。どうなる、うん、行きます。行こう、じわじわ、うん、ああ、でもちゃんと入って入ってますね。しやすいし、結構いいですね。レベル1の話、さあレベル1でどんどん撃破していきますよ。魔法ぽいぽい、あーゲージが、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 これ魔法を発射する瞬間、ちょっと打たないようにちょっと指離してみて。あ、わかりました。そう、あー、もう一度、あ、うわー、いい感じ、いい感じ。あのまま打ち続けると先にいる敵がメガレーザーで倒されちゃうってことですね、うん、あー、しかし、今の、ね、今もだって中型機溶けましたもんね。魔法が出る前にシュンって本当はあれ、あれ、いい、いい止め方。あレベル4も入ってますよ。すごく上がりましたね。星丸さん上手ですね。え、うん、あ、出た出た出た、上は、あ、あ、あ、いや、すごい。あ、メガレーザーやっぱ一瞬で取れますね。で、まあ、途中ポイントでちょっと私が気になったのは、やっぱりその中型機を魔法の魔法弾で壊したかったところを、はい、メガレーザーで溶かしたので、ね、そこの相性はどうなのかなってところもありましたけど、でも魔法コースという点においては結構優勝でしたね。すごい、面白い面白い、これいろんなショットで見てみたいですね。じゃあ、まあ、他にも数ショット試してもらいたいなと思うんですけど、やり、はい、ないかというところも、まあ、注目していただければなと思います、うん、ではどうぞ。はい、いきます。よし、デスモード、バコメット自体も根元が威力が高いので、うん、そこ、ね、との相性はいいかもしれないですね、うん、そうですね、近づけば確かに、うん、でバコメットかけるあのデスっていうのは結構相性がいいので、うん、先っちょの方で岩を炙るというのが今までですね、うん、はい、稼ぎつつって、はい、稼ぎつつって、ね、さあ、結構、ぐいぐい攻めてみましょうか。結構急いで倒さないと。そうですね、やっぱり、ね、あぶあぶれ、あ、そっか、そうなの、炙ってると魔法が出ないんですよ。まだまだ出てるんですよ。あ、お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 、あ、そっか、上の方で倒しちゃった。どんどんゲージが下がったのでガツガツ攻めた方がいいと思うんですよ。これ、デスの計算厳しいですね。おい、横行きます。なんか本当に今までと違うから。でもちょうど今当ててくれているバフォメットの中央あたりは火力が高いので、うん、割と前目に行った方がいいんですかね。そうそうそう、うん、そう、おお、めっちゃやばい、熱のドラドラ、ジャラドラ、楽しい、楽しい、すごい、これはジャラスターって感じ、うん、これは結構いってますね。炙りすぎずですね。そうそうそう、そこのね、調整はね難しいかも。すごい、あっという間に、あっという間ですね。で
もやっぱデスだと敵の数が多いから魔法弾で壊せる量も多くていいですね。ジャラジャラ感が、ジャラジャラ感が。おお、ボス戦は、はい、ボス戦もあります。ああ、ああ、二段はありつつもいい感じに。どうでした、やってみて。そうですね、あまり稼ぎに、コンボ稼ぎに走りすぎると結構魔法が出ないなっていう印象があったので、意外と突っ込んでやるくらいがちょうどいいのかなとか。そうかもしれないですね。ってなると、まあどんなショットが適してるのかなってところ、そこ研究の余地ありっていう感じですね。はい、ではですね、メガレーザー、バフォメットと、まあ見てみましたけど、まあ、最後もう一ショットぐらいやってもらおうかなと思っているので、やりたい人、はい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 、やりたい。すごい、やりたい。すごいか、強くが。できた。ヒールショットじゃないんですけど、下も同じかなと思って先にやっとかなきゃと思って。先生が言うの嫌いじゃないです。素晴らしい。じゃあということで、はい、そう、めちゃめちゃ考えてたんですよ。もう自分がやる手で考えちゃったんですけど、あのメガレーザーが高火力で、でもやりすぎてしまうって考えたら、トレースビームがもしかしたらちょうどいいですよ。炙りやすい、炙りやすいっていうか、やりやすいと思ったら、そうなんでしょう。では確かにある、じゃあトレースビームでやってもらいましょうか。準備します。はい、ではですね、ジャラスターモードハードでトレースビーム挑んでもらおうと思います。はい、トレースビーム GO です。いきます。トレースビームといえばね、こうちょっとコントロールできつつ効果力というショットなので、どんな具合に仕上がるか、はい、ドキドキする。なるほど。あ、間違えた。頼んだぞ。おお、さあ、ガンガン前に攻めてもらって、魔法を出すよ、魔法を出す。おお、あ、あ、一瞬。あ、待って待って、やばいやばいやばい、一瞬で出ました。あー、タイミングは難しいですね。そうですね。でもやっぱりさっきメガリンザと同じように、その魔法を壊すっていう段階においてはすごく有能ですね。あ、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 おお、そうなんですよ。敵も一瞬で消滅するので、結構魔法がいっぱい出ますね。あ、あ、すごい上手。さっきショットだと、その岩を炙ってるだけだったんですけど、トレースビームはちゃんと破壊して魔法ゲージ溜まってましたね。あ、これは、これは相性いいのでは。これが横。横。おお。これ、あの田中さん上手なんですけど、この。そうそう、魔法弾が出るときに指を離してうまいことショット止めてるんですね。止めてる。このコントロールがすごい、あの重要かもしれないです。 あ、でも岩もちゃんと破壊してる。おー、まさかの。あ、なるほど。装置は素晴らしいプレイですね。トレースビーム、これ化けるのでは。確かに、そうですね、ちゃんと使えれば。こううまく引きつけて撃破してるのもまたいいですね。田中さん上手ですね。というところで、トレースビームでしたけども、はい、どうです、試してみて。ちょっとめちゃドキドキしてジャンプ化しちゃったんですけど。え、でもこれ多分ちゃんと使えばすごいいい手応えを感じたんですけど、どうでしょう。いや、私も今トレースビームでやってるの初めて見たんですけど、はい、これ化ける予感しますね。しますします。今までのシューティングモードだとなかなかちょっと活躍の場が少し薄かったのではあるんですけども、はい、これジャラスタモード今ハードでやりましたけど、じゃあデスではどうなるのかとか、いろいろ検証してみたくなるショットでしたね。はい、一通りジャラスターモードの方触れていきましたが、今後のこう、なんていうんですか、スコアアタックの方でも結構鍵を握れそうな、はい、そうですね、今のところそのイベントスコアアタックではジャラスターモードとか、まあジャラスターモードというか、そのエリオスが時期になっている、まあ、学園シューティングのシステムを使ったスコアタも開催予定ということなので、まあ、それが、はい、どうなっていくかっていうのは楽しみでは。ショット研究がちょっと楽しみになりましたね。そうですね、もっといろんなショット試したいです。早くやりたい、早くやりたい、早くしたい、早くしたい、みんな聞いてんのかな。トレースビームなんでダークホースみたいな。いや、そうです、そうです、出てきちゃうんですね。これは研究しがいがありますね。今から育てなきゃ。あ、まさに今
ギルドバトルの報酬に確かトレースビームのシャバナが11月30日ぐらいまで交換にいた気がするので、皆さんぜひぜひゲットしてみてください。そんな感じでいよいよ時間もエンディングとなってまいりました。はい、それでは皆様に一言ずつコメントいただきたいと思います。まず高木さんからお願いします。はい、改めましてエリオ役の高木美優です。エリオちゃんは他のみんなとは違って魔力がないということで無属性の女の子なんですけども、そんなエリオちゃんはエンジェルになるためにとっても一生懸命頑張っているので、そんなエリオちゃんがみんなとの青春を通じて成長していく姿をぜひぜひ見守っていただければと思います。そしてこの動画でもおなじみのデコピタもね、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、チコ役の星森さなです。はい、チコちゃんはですね泣き虫で弱虫なところもあるんですけど、すごく元気な女の子です。はい、それでですねすごい思ったのが、入学したてのチコちゃんとゴマアツにも入学したての私、すごく共通点があるなと思いまして、このチコちゃんと共に皆さんとこのみんなと一緒に友情を深めながらどんどん成長していければなと思いますので、ぜひぜひこんな未熟者でまだ新人の私ですが、皆さんどうかよろしくしていただけるととても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、カレン役の田中ネオです。カレンはエリオのライバルキャラということなんですけれども、ブルカオン家という名家を背負ってエンジェルになるためにこの学園に入学してきます。真面目で努力家で、もう自分に厳しくてストイックな子なんですけど、だからこそ周りに厳しくしちゃうこともあるんですけれども、エリオやチコちゃんやみんなと一緒に過ごしてどんな子になっていくのか、私自身もすごく楽しみにしているので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。カモミール役の川美里香です。ニコ生でもカモミールちゃんのがストーリー上でスッと出てきたところを見たと思うんですけれども、あの不安そうな彼女がどうキャラと絡んで、どうストーリーに関わっていって、どう成長していくのかというところに注目してみていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、アンジェリカ役の甲賀瑞希と申します。ですね、彼女を一言で表しますとずっこけ忍者でございます。わー皆さん楽しみにしていただけると嬉しいです。ですね、彼女は多分みんなの太陽になってくれる存在だと思うんです。光属性であるっていうこともあり、キラキラとした彼女の存在は多分ピカイチだと思います。私は大好きです彼女が。なので皆さんが多分愛着を持って接してくださるんじゃないかなって思います。以上です。よろしくお願いします。ルベリス役の皆川あずさです。ルベリスはやっぱり人付き合いが苦手で、うちに引きこもりがちというか、あまり人前に出てこない、そんなルベリスちゃんがちょっとね、実験のためなら頑張るぞみたいな可愛い子だと思います。今後ルベリスはストーリーの中でも結構面白いキャラクターとして皆さんに、ね、魅力をね伝えてくれるキャラだと思いますので、愛してください。以上です。ありがとうございました。学園編もいよいよ9月12日に入学式ですね。はい、本当に私たちも楽しみにしておりますし、ぜひ皆さん遊んでみてください。よろしくお願いいたします。します。はい、また、今後も私たちが出演する、攻略動画が上がるそうなので、ぜひぜひそちらの方でもお会いしましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ毎回恒例のネタをしたいと思うんですけど、あれ、モーリー先生まさかのあれで、ちょっと締めにふさわしいな、締めにふさわしいな、何が。いやもうたくさんね、もうお話ししていただいて、はい、私たちも大変お世話になりましたから、卒業式じゃないから本当に卒業しましょう。入学してからもよろしくお願いしますね。はい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。本当にちょっと手汗ごめんなさい。一番緊張してるじゃん。背柔らか。先生しっかりよろしく。はい、しっかり。はい、モーリー先生これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ大丈夫ですか。
願いします。はい、来週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